昨日お母ちゃん言おった、なんていうん、美空ひばりと、それと、高峰、美恵子。峰子？美あ恵子れ？殺された。これは誰に殺されたっいつや、うほなけんな。の？まあ言うたら、これ飲んだら元気になるや、言うてな。なんか、中国やどこやからな。中国人か、朝鮮人か知らんと。ほんの人が、まあ、ちょっと肩書きのええ人だったんだろ。ほんで、うまいこと言うて飲めって言うたら、ほんまに元気になったんよ。なんか俺は麻薬みたいなもんだなっろうたかなと思ったら、こたっとみなしんだ。な。まあ、高峰にしても、ひばりにしても。そあっれはけほな。なけん、何か言ったもん、間質性肺炎とか、なんかこういうふうな症状や言うて、まあエイズみたいなあれじゃわよなんな。か、あっけのみなみたり、コロコロっと死んで、話題になったけんど、あんまり大々的に、問題が問題やけん、何せなんだけどな。となきどいゃ。てもひばりの前に高峰が死んで、高峰がまず死ん死で、んで、ひばりがすぐひ死ばりんがで、死んだ。追いかけるような。ほんで、その時に、週刊誌が、この何や、韓国やどこやから、もろて、ええ子するよな、飲んだら元気になるちゅうて、ひばりはもう足も立たなんだんが、もう、ああ、ちょっと歌も歌えるようになったって。ほんで、美穂も、もうしっかり、もう動けるやろうてな、言うたら、ころころとしんだな。いや、エイズやんもな、結局麻薬の副作用でこういうふうに間質性肺炎というか、まあエイズのなっ証てい拠く。なっていくんやって、これが分かったんよ。ほなんで当時はもう二人がコロコロっと死んだけん話題になったんやけどな。だけどその打った薬を打った男が、男で。韓国やらどこやらの人で姿くらましてわからんって言ったけんな。このままパンになったけんな。これは何かあったな。おうなだっろうてな。有名なんが、徳島の田岡組長、山口組系の、この人が美空ひばりを世の中に売り有出名しにした。た。ほなけ浜優子も同じように、そういうスポンサーでないけども、裏にこういう、まあミリオンっていまあ、うひか、もパようなチンもコんじ屋ゃわの、な。薬剤の世界じゃわあれそう、も。ヤクザよ、みんな、な、ほまあ、ら、朝ひ鮮ば人りがも、来たらな、文化センターに来て、で、まっちゃんがな、切符に前こうとけ行こうやってくれていたんや。旗のまっちゃんがな、その時にな、ばあちゃまも、なんて、き、な、何番って番号やけん。7番でいいの。ただ、メトロ入り口があってな。ほんで、ほからこう言って、その札見せたら、案内する子が、この場所に連れて行ってくれる。ほんで、もう、まっちゃんが、売り出したすぐに、市役所でおったけん、買いに行って。ええ、場所も、真ん中の前の、こないせんなんとこやけどな。ここ2枚買うて、ほんでいたんよ。そしたらやっぱり違う、ひばりが歌うときに、お紐でな、我々のところだけ、囲ってあるんだ。そしたらな、ひばりは乗客と見てな、目線がな、うちらのとこやってして、あってして、目合わせてくれる。まあ商売上手っていうか、ほらあれ。まあ、おごってお金出しておけんな。だけど、ほら、両客さんで、またニコニコしまってな、もう遠い方はこやーっとするけど、もうほんの、日も引いてあるところの中へ、一人一人こやーって来ああ、見るんなだ。がらな。また喜んで、ひまりちゃーんやって言わんの。こんな時代だったの。ほなけん、田岡組長の力が
亡くなった時か、うん、この時に殺されてしもたんかもしれんな。まあとにかくな、あ大きな話題にはならんだけどな、うん、何や知らんどこやから元気になる薬をもろて、ひばりがも足も立たなんだが舞台立てれるようになりましたよ。で高見美子もな、うん、歌が歌えるよって声が出なんだ今。この声が出るようになったらどんどん歌を歌って。あでした、女と思って。でちょっとした目はコロコロと。もう訳のおしんのは。ほらけ、麻薬使いを乗用車にエイズっていうのが増えていっきょったけな。俺もホモの人たちの間ではなんか使いよった別の薬もあったけどな、こういうのでエイズになるんじゃやて。なんかあっけないよ、あらやひばりどうしたんや言うたら、うん、何や緊急で入院したあや言うたら、あっけの死んだもんな。へえ、うん、そうか、まだまだ昨日もしよったで。何を？ひばり。あ、ひばりまた出とった。ひばりのずっとしよったよ。へえ。なっちゃんでるよ、ひょっと見よったら。うん、ああ、懐かしいなと思って見よった。まあ、けど、あんな55箇所これやけん。もうきれいままで死んだでな。ああ、まあなあ。ほらけん、麻薬で死んだやんは絶対言えん。買ったっていうことだろう。まあ殺したっていうのもあるかもしれない。徳島やってあのまあ、まあ、吉成病院やでも、うん、役者が乗っとって、あでとうとうあの知るような家あのままになっとんで、うん、あんまり今デイケアのなやらやんりょうでよ。で、あの後ろで気悪いわな役者がしよって、あ何がな行きよったんよ、うん、あの出口さんが、ああこたヤクザが出入りしよう見よったな、ああ気持ち悪いやぶてな、ああやめたわ。ほらほうだろうな、うん、見ただけでわかるやぶて。ああほんま、うん、あんなもう私やよけやめて、もう行けへんって言ってな、ああ断ったやぶて。へえ、あそこの近くにな、うん、妹、もこさんの妹さんがおるんだ。ああデグちゃんの母さんのな、うん、どの子がな、うん、行こうやぶて、うん、ほんでここへ入って、うん、そんしたけど、うん、もうヤクザがうろうろして気持ち悪いけん、はよもう帰るって持ってきたって、うん、その時は話題になっとったけんな。ほんま一般的にな、あ吉成病院がヤクザに乗っ取られたって、うん、まあ今はもう完全に乗っ取られて、あれかいな、塩なんだろ。いやいや、塩だよ。塩じゃあれ、うん、なんやらデイケアかなんか知らんけどな。ほんやけど前世が前世やけん嫌がるだろう、やっぱり。まあ知っとう人はいかんだろうな。いかん、まあ最初は良かったっていうことで。あ、良かったらしいよ。ああ吉田の方の病院自体がな、で役者にお金がのうて、あんな大きいことしてもやけど払えるようになったんだろ、うん、で役者が金貸して乗っとった、うん、だけどちょうどその時はデクトが行きよったんよ、うん、だけど怖いけんもうやめたって、うん、あんなまあ怒ったような、うん、今でもしよう、しようで、うん、デイケアのない入り口や言うて書いてあっただよ、まあ前世しとったら嫌だわな、うん。